どうも、リキさん。どうも。最近何か買いました？買いました。また買いました？買いましたね。買いすぎじゃないですか。じゃん。あ、コスコス知ってますか？はい、知ってます。コスって、うん、ロンドンのブランドなんですけど、はい、あの運営は有名な H&M、うん、スウェーデン、はい、うん、まあ、ちょっとH&M っていう言葉から引っ張られるとファストファッションみたいに思われるんですけど、はい、まあ、ちょっと違うですよね、立ち位置は。基本的になんかあの、うん、すごいシンプルなブランド、はい、装飾が少ない。そうですね、はい、そういうデザインって日本だとまあユニクロ、うん、まあそうですね、とかもまああんまりデザインシンプルじゃないですか、そういう意味じゃ。なんで他の YouTuber さんとかはこう、はい、脱ユニクロブランドとしていいんじゃないかっておすすめしてたりするんですけど、ちょっと違うかなと思ってて、うん、ユニクロと比較すると、はい、随分高級なブランドなんですよね。まあ値段は安くないイメージありますね。そうですよね、うん、だからそこと比較しちゃうとなんとなく魅力が半減しちゃうのかなと思っていて、はい、じゃあどこと比較するのって言った時には結構ね、日本のセレクトショップとかのオリジナルブランドぐらいのイメージだと思うんですよ。確かに。日本だとまだ銀座、横浜、青山。3つぐらい。確か3店舗なんですよ。うん、でも世界で行くとすごい数あるんですよ。だから僕は逆に言うと、H&M もそうだったんですけど、コスも海外行ったら見るブランドだった。そうですね、僕もロンドンを見てた時とかはやっぱ日本になかったんで2014年に入ってきていて、うん、なんか海外ですごいメジャーというか日本より。そうですよね、日本だとねいまいちねまだ広まってないですよね。そうですね。それなんでかっていうと、うん、海外だと、はい、実は、うん、セレクトショップってほとんどないですよ。特に日本のようにこうチェーン化されたオリジナルブランドを自分のところで出してる、うん、セレクトショップほとんどないですよね。聞いたことあんまないですね。まあ、なんで海外だとその位置が空いてるんで、はい、うん、それと同じ価格帯のコスがすごい受けるんですよ。スッとそこに入るわけですね。うん、日本は比較が対象結構多いので、うん、結構その中で立ち位置を明確にできてないっていう感じなんですよ。セレクトショップのオリジナルと競合してしまうんですね。競合してもいないんですよ。だからみんなの捉え方はファストファッションの延長にありながらも、そう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 、実在のポジションとしてはそこだから、そう、こう居場所はちょっと見つけられてない。そうなんです。そこが明確になってないんですよ。海外でなぜコスがここまで受けていて、うん、日本であまり知名度が上がっていないかというと、うん、そこの認識だったりブランディングが、うん、多分ねみんな誤解してる、ハマってない。そうかもしれない。そう言われたらちょっとクリアになりますね。逆に言えばアローズさんのオリジナルだったりビームスさんのオリジナルと比較して、じゃあコスどうなのっていう選択肢に入ってきた場合は結構コスって魅力的なんです。なるほど、視点を変えてみないといけないですね。そうなんですよ。だって世界的なブランドですから、コス。そうですね、確かに。デザイン力も高いですから、はい、で生産力も高いので、決して世界的なファストファッションではない。そうなんですよ。ブランドとして捉えた時には結構バリューなんです、うん、なるほど。まあ、特にね海外に行ってる人は多分その誤解がないですよ、うんうんうん、だからコスで違和感なく日本にもできたって言って買い物ができるんですけど、うんうん、多分ねそれを知らないで日本の情報だけで買おうとすると、はい、ちょっとね立ち位置に失っちゃって、はい、シンプルなのになんでこの値段なんだろうって高いなと思っちゃって。なるほどね、誤解があるんですか。誤解があるんです、うんうん、なるほど、すごく見方変わりました、はい、で、買ったものなんですけども、そうですね、そろそろ見せてもらいたいな。はい、じゃーん、カバン、バッグ、はい、適宜拭くかと思ってました。そうですよね、これね、僕コス買うときにすごくいいなと思ってるの、はい、実は小物とかバッグすごいんですよ。へー、そういうものですか。こう、後ろはこう、リュックにもできるぞと。リュックになる。
なるほど。というかリュックですね、どっちかというとバックパックです。ショルダーを引っ掛ければ車が、あっ、いっちゃった。見つけましたね。ダメですか。これ中にショルダー入ってて、ショルダーにもなるんですよ。よくできてる。よくできてるんですよ。見た感じも全然チープさない。ないでしょ。ない。で、これね、またね、ナイロンが実はちょっとね、縦にこう折りが見えやすいような、ちょっとサテンっぽいというか、この生地も結構大人っぽいですよね。大人っぽい、大人っぽい。バックパックにもなるし、実はさっきナミちゃんが言った通りショルダーにもなる、うん、もうで、あの手に持つこともできるんで、例えばちょっとしたビジネスシーンぐらいだったら全然対応できる、うん、綺麗です、うん、で、ちなみにこれあの PC 入るポケットもあって、うん、クッションも入ってるし、あのポケットも2つあるんで機能性ももう問題ないですね。いやいやいや、金具とかもすごくこだわってるし、うんうん、全部これマットな黒塗装なんですけど、はい、デザイン性っていうよりはもう本当に目立たなくするために全部マットな黒素材になってるっていう感じで、あのどこにもロゴもないし、何の服にも合う。カバンがいい脇役になってる。それいくらですか？1万2000円かかります。なんか高いですね。イメージより高い。1万超えてくるっていうイメージがなかったのに。そうでしょ？そう。だそのね、感覚だとやっぱ高いんですよ。そう、ユニクロとか GU とかと比較しちゃダメなんですよ。確かに。だから完全に今僕その目線でしたもんね。まあ、あの青山に店あるじゃないですか。お店あります、あります、ね、うん、あのお店とユニクロを比べないですよ。そう、なのになんで比べちゃうんだろう。だからそれは僕は聞きたい。そう、日本でブランディングそうなっちゃったんですね。そうなんです。だからそれがあの大きな間違いで、じゃあそこにユニクロありますかって話なんですよ。この間違いは直すの大変ですね。いや、だから俺が直すから。お、俺が出ただって、今日この動画見てる人はそれが間違いだって分かるわけじゃないですか。確かに。じゃあお店の並びで考えてみたらだよ、うん、青山のね。青山、はいはいはい、一世三宅、はいはい、あります。で、うん、ミューミュー、うん、コムディ・ギャルソン、はい、プラダ、うん、ステラ・マッカートン、はい、モンクレール、うん、で、コスですから、はい、これと比べてくださいよって話なんですよ、本当はね。で、本当はそういうブランドなんですよ。その上で考えると、ね、2900円のデイバッグとこれを比較しますかって話なんですよ。しません。すいませんでした。だ、少なくともコムディ・ギャルソンのデイバッグとバックパックと比べてほしいです。なるほどね。洋服も本当にあの綺麗な色使いだったり、うん、デザインも綺麗で、うん、あのいい意味で主役にならないというか。なるほどね。今日着てるのもコスなんですよね、実はね。あ、そうなんですか。今回買ってないんで。あ、でも以前買ってたコスの服。そう。へえ。そうなんです、ね。いや、でも確かにいいですね。うん。あんまりこう主張しない感じで、でもちゃんと小技が効いてるとか。ニットですか？スウェットか？いや、これね、あのウール素材で、あの前だけ金ストライプなんですけど。確かに、なんていうの、スマート。で、これもそうなんですけどね。あ、ビーニの、はい、カシミヤ100で、へえ、まあ、なんでこういうシンプルなスタイルで、まあ、探そうと思った時にはあの今の前情報があった上で行ってもらうとより魅力的に感じるんじゃないかなと思って。見方全然間違ってたと思う、皆さん多分。なめちゃんもね、私も、まあ、あくまでこれはもうリッキーさんの見解、うん、コスがそう言ってるわけじゃないんで。そうですね。なんで、まあ、このリッキーさんの話をベースにまたコスを見ると、ちょっとイメージ変わると思うんで、はい。ナメちゃんもぜひ。はい。もう自分の目で確かめに行きたいと思います。はい。はい。今日もありがとうございました。はい。じゃあまた。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、リッキーさん的には絶対してもらいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい。グッドボタン押してもらいたい。絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで。そうそう。じゃあまた。